にしちゃおっかな。親善試合を続けるわよ。何にしようかな。あ、そうだ、ね、君は何かな。君は誰かな。あら、JとLが水色の子にまとわりついてるわ。見えちゃった、見えちゃったよ。二人で手をつないだらお見通し。不思議な力、赤い力、どういうことなのかな。来るな。そんなこと言われても興味あるよね、エル。来るなって言われたら行きたくなるよね、ジェイ。キャハハハハ。うーへー、これは今回の親善試合のテーマは美少年対決。ってことにしときましょう。それって成り立つの？いいのよ、 J と L どっちかが美少年っぽいなら。はい。それじゃあレディー、やるのか。なんだっけ。ダブルミラー、ダブルミラー、ダブルミラー、なんだっけ。なんだっけ。ジュン、ダブルミラー、シンメトリーパワー、なんだっけ。ダビュン、ワクワク、ヤハ、ヤハ、ヤハ、ダブルミラー、なんだっけ。ジュン、ヤハ、ワクワク、ダブルミラー、なんだっけ。
シンメトリーパワー。なんだっけ。痛いじゃないか。ギャハッ。ギャハッ。ワクワク。いつの間にか S ちゃんの方がノリノリだね。は？何も言ってないよ。ならいいわ。次行くわよ。これより開始する。そろそろ親善試合も大詰めだね。何で戦うか決めてあるんでしょうね。うん、今度はねインテリ対決だよ。話が早いわ。アイ、テト号のエンジニアとして絶対に勝ってきなさい。シャキッとしなさい。対するこちらの代表は我らがリスクマ先輩。よろしくお願いしますね。心得た。しかし愛という人耳と尻尾が下がっている。これで勝負が成り立つのだろうか。敵に情けをかけるの？そうおっしゃいますな、お嬢さん。さあ、私のライバルタリエル、エンジニア。怖くないよ、本当だよ。先輩、怪しいです。ふん、怖がってなどいないな。愛は立ち直ったわ。あれでリスクマ、あなたには不思議と温かなシンパシーを感じる。それはこちらも同じこと。いい勝負になりそうだね。テト号のエンジニアとして物理部の誇りにかけて勝負といこう。
問題発生。メリー。ふん。ビューティフォー。ふん。さてさて。ふん。おほう。I love you。ふん。ふん。さてさて。ふん。調査しますか。Beautiful。科学は正直だ。素晴らしい勝負だった。愛ある勝負、敬愛の念が絶えません。勝負はついたわね。それじゃあ次はみんな、ピピピティと、おお、お待たせしました。もうすぐ目的地へ着くようです。リンゴちゃん、親善試合に夢中になって本来の目的を見失ってたね。報告する。まもなく時空の狭間に到着する。そこで時空の番人 X に会い、みんなの力を強くする方法や時空のバグについての話を聞く。
準備はいいか？ピピピピピピ。さあ、着くぞ。俺が相手だ。待っていたよ。X。 ピッピッピ。謎衣装のお兄さん。やあ、T、O、リンゴ。そして仲間がこんなにも嬉しいよ。君たちは本当によくやっている。僕はここからなかなか動けないけれど、ずっと見ていたよ。さて、知りたいのは強くなる方法だったかな。その前に聞いておきたいことがある。ピッピー。スクエアスが混乱した原因、会ったことがないはずなのにまた会いたいと願ったのは俺たちなんだろう？ D、 それはリンゴやアミティ、アルリア、カーバンクル、他にも俺は知るはずのないみんなに会った時しっくりきた。なんとなくだが、また会えたって嬉しくなったんだ。でもこの気持ちが許されないものならばどうすればいいんだ。T、 落ち着いて。それはね、悪くないよ。そう言えるのか。世界っていうのは変わり続けるものさ。どう変わっていくのか誰にもわからない。僕はね、 T、 君たちの思いを否定せずにスクエアスを救う、そんなことを君たちに期待しているんだよ。 X、 ありがとう。お礼を言う必要はないよ。こんなこと君たちから受けた恩からしたらとっても些細なことなんだ。え？ピッピピ。まだわからなくていいよ。とにかく君たちが強くなる必要があるのは確かだ。さあ、みんなでかかっておいで。今の実力を僕に見せてくれ。君は負けないよ。テトリス。ホールド。
法。ホールド。スピードアップ。受け取って。いいね。ホールド。助けるよ、助けるよ。連ラッシュ。挑戦ならいつでも受けるよ。なるほどね。 X、 手を抜いていたのか。いや、みんなちゃんと強いよ。でも相手はスクエアス、時空のバグと言われている相手だからね。おそらくなりふり構わず攻撃してくるだろう。今のままじゃきっとかなわないね。強くなる方法ってあるの？アミティ？だってだってだって今の私たちじゃ話さえ聞いてもらえない。そういうことでしょ？アミティ、ちゃんと強くならなきゃ。そうだね、アミティ。アミティは強いね。え？そうかな。うん、アミティ君は素敵だ。でも少し焦りすぎているかもしれない。今みんな不安だろうけど、落ち着いて僕の話を聞いてほしい。ピッピッピー。 Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.